新見南吉作へ。石太郎がへの名人であるのは上皇院の是真さんに教えてもらうからだとみんなが言っていた。春吉くんはそうかもしれないと思った。石太郎の家は上皇院のすぐ西にあったからである。何しろ是真さんは押しも押されむせぬへこきである。いろいろな話が是真さんのへについて大人たちや子供たちの間に伝えられている。是真さんはへで引導を渡すという。まさかそんなことはあるまいが、水子へ、おとなしのへくらいはお経の最中にするかもしれない。またある家の法会で鐘を叩く代わりにへを引ってお経をあげたという。これも大人が面白半分に作った嘘らしい。だがこれだけは確かだ。是真さんは正午の盆正をつきながら鐘の音の数だけへをぶっ放すことができるということである。春吉くんは自分でその場面を見たからだ。石太郎が是真さんのへ弟子であるという噂は春吉くんに上皇院の書院窓の下の日だまりに仲良く日向ぼっこしている是真さんと石太郎の姿を想像させた。茶色の斑点がいっぱいある赤みがかった艶の良い頭を日に光らせ、洗い古したネズミ色の着物の背を丸くしている年寄りの是真さん。顔の割合に耳がバカに大きい、まるで二つのうちわを頭の両側につけているように見える汚い着物の手足が赤じみた石太郎。きっと石太郎は学校が引けると毎日是真さんとそういう情景を繰り返しながらへの修行を積んでいるのだろう。全く彼はへの名人だ。石太郎はいつでも思いのままにどんな種類のへでも放てるらしい。みんなが大砲を一つ頼むとちょっと胸残用するような真面目な顔つきをしていて、ほがらかに大きいへを切る。機関銃を頼めば小さいのを連発する。鶏が時を作るような音を出すこともできる。こんなのはさすが石太郎にも難しいと見え、慎重な面持ちで体全体を浮かせたり沈めたり、つまり調子を取りながら出すのである。そいつがうまくできるとみんなで拍手喝采してやる。しかし石太郎はそんな時でもへを食ったような顔をしている。その他豆腐やクマンバチ、カニの泡、小言、汽車など石太郎のへにみんながつけた名前は唐の指に余るくらいだ。石太郎がへの名人であるゆえにみんなは彼を軽蔑していた。下級生でさえもあいつへこき虫と公然刺して笑った。それを聞いても石太郎の同級生たちは同級生としての義憤を感じるようなことはなかった。石太郎のことで義憤を感じるなんかおかしいことだったのである。石太郎の家は小さくてみすぼらしい。一歩中に入ると一種異様な匂いが鼻をつき、ヘドが出そうになる。そして暗いので家の中はよく見えない。石太郎は病気で寝たっきりのじいさんと二人だけでその家に住んでいる。どこかへ稼ぎに出ているお父っつぁんが時々帰ってくる。おっかあは早く死んでしまってない。石太郎はポンつく川漁にばかり行く。取ってきた船や土壌をじいさんに食べさせる。また買いに行けば土壌やうなぎを売ってくれるということである。石太郎の着物はいつ洗ったとも知れず赤で真っ黒になっている。その着物に家の中のあの貧乏の匂いやポンつくの生臭い匂いをつけて学校へやってくる。その上注文されなくても彼は時折放屁する。みんなは石太郎のことをへこき虫として取り扱っている。石太郎の方でもその方がむしろ気楽なのか一度も憤慨したことはない。生徒ばかりでなく大抵の先生まで石太郎を虫にしているので、石太郎はだんだん自分でも虫になっていった。彼は教室で一番後ろに一人で二人分の机を与えられていたが、授業中にあまり授業に注意しなかった。
大抵はナイフで鉛筆に細工していた。また彼は真面目になる時がなくなってしまった。屁の注文を受ける場合のほかは彼はいつもぐにゃぐにゃし、えへらえへら笑っていた。春吉くんは一度石太郎のことで実に恥ずかしい目にあったのである。それは5年生の冬のことである。3年間受け持っていただいた年寄りの石黒先生が持病の喘息が重くなって授業ができなくなり学校をお辞めになった。代わりに町から若いロイドメガネをかけた髪の長い藤井先生が来られた。春吉くんの学校は片田舎の百姓の子供ばかり集まっている小さい学校なので、よそから来られる先生は皆都会人のように思えたのだった。藤井先生を一目見て春吉くんは行き詰まるほど好きになってしまった。文化的な感じに見せられたのである。石黒先生も良い先生であったが、先生は生まれが村の人なので言葉が生徒や村の大人たちの使うのとほとんど変わらないし、年を取っていられるので体操などちっとも新しいのを教えてくれない。走り合いか帽子取りか、それでなければ砂場で相撲を取らせる。一番嫌なのは話をしている最中に咳をし始めることである。長い長い苦しげな咳、そして長い間さんざ苦労した挙句、喉からやっと口まで打ち出した痰をポケットに入れて持っている新聞紙の畳んだのの中へペッペッと吐き込み、その新聞紙をまた大事そうにポケットにしまうのである。さて、藤井先生が初めて春吉くんの教室に現れた。初めて生徒を見る先生には生徒は皆一様に見える。よくそれぞれの生徒の生活に慣れるとそれぞれの生徒の個性がはっきりしてくるが、顔を最初見たばかりではわからない。誰が利口で誰がしょうもないアホであるかもわからない。藤井先生はまず教卓のすぐ前にいる坂市くんに向かって、君読みなさいと言った。それは読み方の時間だった。君という言葉が春吉くんをまた喜ばせた。なんという都会風の言葉だろう。石黒先生はこんな風には呼ばなかった。先生は生徒の名を知りすぎていたから、玄やい読めとか、てるん書けとか言ったのである。坂市くんが読んで行きながら知らない字を飲み込むようにして飛ばしたり曖昧にごまかしたりすると、石黒先生はそんなのをほったらかしておかれたのに、若い藤井先生はいちいちええと聞きとがめられた。そんなことまで春吉くんの気に入った。もう何から何までこの先生のすることはよかった。藤井先生は坂市くんから順々に後ろへ当てられた。4人目には春吉くんが控えている。春吉くんはこの小さい組の球長である。春吉くんはキリッとした声を張り上げて朗々と読み、未知の若い先生に自分が秀才であることを認めてもらうつもりで番の巡ってくるのを今や遅しと待っていた。いよいよ春吉くんの番だ。春吉くんはガタッと腰掛けを後ろへのけ、直立不動の姿勢をとり、特本を持った手を思いっきり頭から遠くへ離した。そして大きく息を吸い込み、今や第一声を放とうとした途端、都合の悪いことが起こった。ちょうどその時、藤井先生は機関巡視の方を教室の後ろの方へ運んでいられたが、突如へっというような悲鳴を上げられ、鼻をしっかと押さえられた。みんながどっと笑った。またヘイコキムシの医師が例の癖を出したのである。なんという時にまた石太郎はヘをひったものだろう。春吉くんはスカを食わされたように拍子抜けして、笑えもしなければ怒れもせずもじもじして立っていた。藤井先生は眉をしかめ、慌ててポケットから取り出したハンケチで鼻をしっかと押さえたまま、こりゃひどい、まったくだ、さあ窓を開けて、そっちもこっちもと指図され、しばらくじっとして何かを待っていられたが、やがて恐る恐るハンケチを鼻から取られ、怒ってもしようがないというようにはっはっと顔の一部分で短く笑われた。だがすぐキッとなられて、誰ですか今のは、正直に手を挙げなさいと
と見回された。石だ石だとみんながささやいた。藤井先生はその石を探された。そして一番後ろの壁際に発見した。石太郎は新しい先生だから照れくさいと見えて、机の上に立てた表紙のボロボロになった特本の陰に髪の伸びた頭を隠すようにしていた。立っている春吉くんはその時言い知れぬ周知の情に駆られた。自分の組に石太郎のような不潔な野卑な非文化的な下劣なものがあるということを、都会風の近代的な明るい藤井先生がどうお考えになるかと思うと、全くいたたまらなかった。藤井先生は相手を見て少し言葉の調子を落としながら、いろいろ石太郎に聞いたが要領を得なかった。何しろ石はクラゲのように机の上でぐにゃつくばかりで、返事というものをしなかったからである。そこで近くにいる古手屋の円助が得意になって説明申し上げた。まるで見せ物の工場医のように、石太郎はよくへをひること、どんなへでも注文通りにできること、それらにはそれぞれ名前がついていることなどなど。春吉くんは古手屋の円助のアホがそんなろくでもないことを手柄が押して語るのを聞きながら、それらすべてのことを垢抜けの下、頭をテカテカになでつけられた藤井先生がどんなに軽蔑されるかと思って、実にやりきれなかったのである。一年おきにやってくる町の小学校との合同運動会でも、春吉くんは石太郎の存在を恨めしく思った。その日には春吉くんの学校は白い弁当の包みを背中に負って半里ばかりの道を町の大きい小学校へやっていく。大きな立派な小学校である。木造りの古い講堂があり、エビ茶のペンキで塗られた優美な鉄柵が門の両方へ伸びていっている。運動場の隅には誘導演目や回線塔など春吉くんの学校にないものばかりがある。ここの小学校の生徒や先生は皆町風だ。薄いメリヤスの運動シャツ、白いパンツ、足に塗ったヨジウム、そして言葉が小鳥のさえずりに似て軽快だ。春吉くんは一歩問題に入る時からもう自分たち一団のみすぼらしさに恥ずかしくなってしまう。なんという精彩のない自分たちであろう。友達の顔が猿みたいに見える。よくまあこんな弁当風呂敷をじいさんみつあに背負ってきたものだ。まったくやりきれない田舎風だ。こういう意識が運動会の終わるまで春吉くんの中で続く。ちょっとでも自分たちの不定裁なことを笑われたりすると、春吉くんは突き飛ばされたように感じる。町の見物人たちの一人が春吉くんたちのことを、まあ丈夫そうな色をしてとつぶやいたとしても、春吉くんは恥辱に思うのである。町の人が驚くほどの健康色、つまり日焼けした肌の色というものは町風ではなく在郷風だからだ。春吉くんはただ一つの期待を春吉くんが小隊長になってする軍事教練にかけている。この目覚ましいパレードによって全てを取り返せると思っている。まず春吉くんが観客席の間を押し分け、何か大変な珍事でも起こったかのような慌ただしさで運動場の中央へ向かって横切ってゆく。雲手に張られた万国旗の中心になっている先端に日の丸をつけた柱あたりまで馳せつけるとピタリと止まる。そして喉も叫んばかりの声を張り上げて、集まれと号令を下すのである。すると見物の方では春吉くんの号令の素晴らしさに打たれて、これは運かのような多くの少年が諸々方々からこの部隊長のもとに密集するだろうと期待する。諸々方々から来るには来るが、それはパラパラと情けないばかり少数の部下が馳せつけるのみだ。つまり春吉くんと同級の男児約30名がいずれも緊張したというより、舞台の広大さと見物の行参さに同を失った顔つきで二列応対を組む。見物は意地の悪いただ一人の人間のようにどっと笑う。春吉くんは顔が周知のためカッ
と熱くなるのを覚える。急に手足から力が抜けてしまう。するだけのことはしかしせねばならぬ。春吉くんは最初の号令と比べると約3分の1くらいの、まことに30人の部隊にはふさわしい程度の小さい号令で、度肝を抜かれて顔つきの変わった醜悪な仲間たちを右に習わせたり、回れ右をさせたり、歩ませたり、走らせたり、突然折り敷きさせたりする。それがうまくできれば幾分かは名誉は取り戻せるのである。だが右向けの号令で平こき虫の石太郎一人が無頓着に左に向き、照れくさい顔をしてまた向き直るという始末である。別れさせ、場所を変えて集まれの時でも、石太郎はのろくさと走り、おまけにぬかるみで一つ転んでから集まってくる。石太郎の様子がまた20年も前に流行らなくなった膝の下まで来る、そして横の縫い目に沿って太い黒い線の入った半ズボンというやつを履いているのでよく目立つのだ。町の慣習は石太郎がヘマをするたびにいちいち笑う。まるでぶち壊しである。石太郎みたいなやつと同級であることは春吉くんにとってなんという大きな屈辱だったろう。ある人々は保護色性の動物のようにじき新しい環境に同化されてしまう。で、藤井先生も半年ばかりの間にすっかり同化されてしまった。つまり都会気分が抜けて田舎じみてしまった。洋服やシャツは赤じみ、武将ひげはよく伸びており、言葉などもすっかり村の言葉になってしまった。なんだとか、トロクセとか、こいつがれなどと、春吉くんがその言葉あるがため自分の故郷を嫌っているような下びた方言を平気で使われるのである。春吉くんが藤井先生も村の人になったということをしみじみ感じたのは、麦の刈られた時分のある日だった。午後の2時間目、春吉くんたちは校庭のそれぞれの場所に陣取って水彩の写生をしていた。小遣い室の窓下に腰を下ろして、学校の玄関と空色に塗られた朝礼台と、その向こうのケシの咲いてる短冊型の花壇と、ずーっと円形にこちらを向いて立ってる二宮金次郎の本を読みつつ焚き木を背負って歩いている御影石の像とを取り入れて、一心に彩筆を振るっていた春吉くんが、ふと顔を上げて南を見ると、学校の農場と運動場の境になっている土手の下に腹ばって、藤井先生が何か土手のあちら側に向かって合図をしていられる。いち早く気づいた者がもう2人バラバラとそちらへ走って行くので、春吉くんもガバンを置いて駆けつけると、土手の下に水を通ずるため設けてある細い土管の中へ竹切れを突っ込んでいる先生が、落ちかかって鼻の先に止まっている眼鏡越しに春吉くんたちを見て、おい、ぼけんと見とるじゃね、あっち回れ。こん中にイタチが入っとるだぞ。今こっちからつっつくから、向こうで平こき虫と一緒に構えとってつかめ。逃がすじゃねえぞ。と唾を飛ばしながらおっしゃった。向こう側へ越してみると、なるほど平こき虫の石太郎が、この時ばかりは実に真剣な顔つきで、そこの泥溝の中に膝こぶしまで入って、土管の中へ右手を腕の付け根まで差し入れている。腕をすっかり土手の中へ突っ込んでいるので、自然頭が横向けに土手の草に押し付けられ、何か土手の中のかすかな物音に耳澄まして聞いているといった風情である。じき、近くにあるアヒル小屋にいる2羽のアヒルが、人の気配でひもじさを思い出したのか、ガーガーとやかましく泣き出した。春吉くんは泥水の中へ飛び込んでゆく気にはなれなかったし、石太郎が土管の穴を受け持っているからには余計な手出しはしない方がいいので、他の者と一緒に見ていた。ええか、ええか、逃がすなよという藤井先生の声が地べたを張ってくる。石太郎は黙って、依然土手の声に聞き入っていたが、やがて土手についていたもう一方の手がぐっと草をつかんだと思うと、土管の中から右手を徐々に抜き始めた。首根っこを力いっぱい、いっぱい握りしめられていた大きなイタチは窒息のためもうほとんど死んだようになっていて、
土管の外へ出るとだらりと襟巻きを見るようにぶら下がったが、少し石太郎が手を緩めたのか、何か書き落とそうとするように獅子をもがいた。するとその時、泥溝から上がっていた石太郎は、畜生と口走って、目にも止まらぬ敏捷さでイタチを地べたへ叩きつけた。ポタッと重い音がして、古イタチは伸びてしまった。春吉くんはいつも水物のような石太郎が、こんなにはっきり畜生という日本語を使ったことも不思議だったし、こんなにすばしこい動作ができるということも不可解な気がした。それはともかく、その時、春吉くんは藤井先生が、この片田舎の学問のできない、下劣でやひな生徒たちに至極適した先生になられたことを感じたのである、と言って、別段失望したわけでもない、結局親しみを覚えて、それがよかったのだ。藤井先生は、石太郎と捕らえたあのイタチを、蛇つかみの陣太郎に2円30銭で売って、その金で小遣いのおじさんと一杯やったという話を2、3日して春吉くんはみんなからただ面白く聞いた。先生はまだ独身で小遣い室の隣の宿直室で寝起きしていられたのである。教室でも先生が変化したことは同じだった。坂市くんや源五兵衛くんや照次郎くんなどが知らない文字を鵜呑みにして特報を読んでいっても、最初の頃のようにええと優美にとがめるようなことはされなくなった。年寄りの喘息持ちの石黒先生と同じように知らんふりしてズボンのポケットに両手を突っ込んで机の間を散歩していられるのであった。こういう具合にすべての点で藤井先生は田舎の気風にならされ、のみならず田舎風をマスターするようにさえなったのだが、石太郎の授業中に時々音もなく放つへにだけはあくまで妥協できなかったのである。情景はおよそ次第が決まっていた。まず最初にそれを発見するのは、石太郎の前にいる学科の嫌いな騒ぐことの好きな口がガマに似ている古手屋の円助である。彼は先生の真面目なお話などいささかもわからないので、どんなにクラス全体が一生懸命に先生の話に傾聴している時でも、あ、くそ、あ、あ、と言い出す。すると教室のその一角から、あ、くさ、あ、くさ、という声が波紋のように広がる。ざわめき出す。すると先生は慌ててハンケチを胸のポケットから取り出す。あまり早速に取り出すので頭髪をすく小さい櫛が絡まって飛び出したこともある。ハンケチで鼻をしっかと押さえる。鼻声で窓を開けろ、窓を、そっちもこっちもと防空演習の時のように下地なさる。それから南の窓際へ歩いて行って、外の空気を吸うためややハンケチをお話になる。藤井先生のいつも決まった動作が面白いので、生徒らは男子も女子もますます臭いと騒ぐ。すると古手屋の円助が、今日は大根兵だとか、今日は芋兵だとか、今日はエンド豆兵だとか、正確に嗅ぎ分けて手柄顔に言うのである。みんなは円助の鑑識眼を信用しているので、彼の言った通りの言葉をまた伝え始める。あ、大根兵だ、大根くせえ、というふうに。ようやく喧騒が大きくなった頃、先生は誰だと一喝される。一度はピタッと沈黙する。そして申し合わせたように教室の後方に頭を巡らす。みんなの視線の集まるところに、平こき虫の石太郎が照れた顔を机に近く下げて、左右に少しずつ揺すっているのである。その静寂の時間がやや長く続くと、石だ石だという声が、今度は誰言うとなく石太郎より最も遠い一角より起こってくる。藤井先生は黒板の裏側にかけてある竹の鞭を持って、つかつかと石太郎のところへ行き、いい加減にしとけと鞭の柄で石太郎のこめかみを小突かれる。その時は先生も石太郎と協力して取った古いたちの代で一杯いけたことは忘れていられるように見えるのである。こういう情景はもう何度繰り返されたか知れない。いつも
ハンデをしたかのごとく同じ順序で。秋も初め頃の学校の前の松の木山の上にたくさんのカラスが群れて、そのやかましく鳴き立てる声が勉強の邪魔になるある晴れた日の午後であった。春吉くんたちは6時間目の趣向をしていた。その日の趣向は、瓦屋の森市くんがバケツにいっぱい持ってきた粘土で思い思いの細工をするのである。春吉くんは茶飲み茶碗を作っていた。本当の茶碗のように土を薄く、しかも正しい円形に作ることはなかなか容易ではない。すでに何べんも出来上がった茶碗が意に満たず、ひねりつぶしまた初めからやり直していた。そしてついに今度こそはと思われる一品が出来上がりつつあった。春吉くんは細心の注意を払って、竹べらを濡らしては茶碗の腹の凹凸を鳴らしていった。しっかり茶碗に心を奪われ、他の一切のことを忘れていたが、ふと我に返って、春吉くんはしまったと思った。朝から少し腹具合が悪く、何か重いものが下腹いっぱいに詰まっている感じで、時々ブツブツと豆の煮えるような音もしていたので、油断するとへをするぞと心を戒めていたのだが、つい仕事に熱中していて、今そのへを音も立てずにしてしまったのである。おかげで腹が軽くなったが、腹の軽くなるほどのへというものは激しい周期を伴っているはずだと春吉くんは思った。うまく誰も気づかずにいてくれればよいがと春吉くんは密かに願った。並びの席にいる源五兵衛くんは鼻汁をすすりながら不格好に大きな動物、多分亀だろうと思われるが、ともかく四つ足動物の四本目の足をくっつけようと努力している。後ろの照太郎くんも与之助くんもそれぞれの制作に余念がない。少し時間が経った。春吉くんは助かったと思った。とその刹那、古手屋の円助が、あっくせと第一声を放った。すぐにくせえくせえという声が四方に伝わった。春吉くんは恥ずかしさで顔がほてってきた。いつもと同じ騒ぎが始まった。平国虫の石太郎が兵を放った時と寸分違わぬことが。春吉くんはどうしていいのかわからない。もう成り行きに任すばかりだ。やがて古手屋の円助が、今日は大根な兵だと言った。なんという鋭敏な嗅覚だろう。確かに春吉くんは今朝大根菜の入った味噌汁で食べてきたのである。やがて騒ぎが大きくなりだした頃、藤井先生が例によって、タレだと怒鳴られた。春吉くんは意味もなく粘土をひねりながら息を呑んで表を伏せた。みんなの視線がちょうどいつも石太郎の上に移集するように、今日は自分に注がれているのだと思いながら、今にどこからか春吉くんだという声が起こってくるに相違ないと思った。そういうふうにすっかり観念していたので、石だ石だという誤った声が上がった時には、自分の頭上に落ちてくるはずの原骨が脇へ外れたようにほっとした奇妙な感じになった。顔を上げてみると、意外にもみんなの視線は春吉くんに集中されておらず、やはり石太郎の方に向いているのだ。藤井先生が黒板の裏にかかっている鞭を取って、つかつかと石太郎の前へ歩いて行かれる。春吉くんの心の底から正義感がむくっと起きてきた。自分だと言ってしまおうか。しかし誰一人自分を疑ってはいないのである。ここで白状するのは何とも恥ずかしい。先生が石太郎の席に達するまでの短い時間を、春吉くんの中で正義感と羞恥心とが目まぐるしい闘争をした。それが春吉くんの動悸を鼓膜にドキッドキッと響くほど激しくした。そしてしばらく正義感が抑えられた。反射的に粘土を親指と人差し指の腹ですりつぶしながら、春吉くんは見ていた。
石太郎はいつもと変わらず照れた顔を机に近く揺すっている。今に俺じゃないと弁解するかと春吉くんが密かに恐れながらも期待していたのに、その期待も裏切られた。石太郎は無知でこめかみをぐいっと押されて左へぐにゃりとよろけたが、依然照れたような表情で沈黙しているばかりである。春吉くんが余儀なく自分の罪を白状させられる機会はついに来なかった。これで騒ぎは済んでしまった。一同は再び作業に取り掛かった。しかし春吉くんだけはことがまだ週末に至っていない。気持ちに背負いきれぬほどの負担ができてしまった。春吉くんにはこんな経験は生まれて初めてと言ってよい。春吉くんは今まで修身の教科書の教えている通りの正しい優れた人間であると自分のことを思っていた。今自分が沈黙を守って石太郎に濡れ衣を着せておくことは、これは正しいことではない。自分は堂々と言うべきである。今からでもよい。さあ今から。そう口の中で言いながら、どうしても立ち上がる勇気が出ないのであった。春吉くんは悔しさのあまり泣きたいような気持ちになってきた。それをはぐらかすために出来上がっていた大事な茶碗をぐっと握りつぶしたのである。まったくこれは春吉くんにとってこの世における最初の自分で処理せねばならぬ反問であった。それは家へ帰ってからも、次の日学校に再び来るまでもしつこく春吉くんの後をつけてきた。大抵の悩みはお母さんにぶちまければ、そして場合によっては少々泣けば解決がつくのだが、今度はそういうわけにはいかない。第一、どう言ってお母さんに説明したらいいのか。雑誌が欲しいとか、お父さんの大事な鉢を割ってしまったとかならば簡単に自分の悩みを知ってもらえるが、これはそんな優しいものではない。複雑さが春吉くんの表現を超えている。屁を引った話などしたら真っ先にお母さんは笑い出してしまうだろう。とても真面目にとってはくれぬだろう。春吉くんはただ自分の正しさというものにお点がついたのが尺だった。ちょうど買ったばかりの白いシャツにお礼の飛沫を引っ掛けられたように、石太郎にすまないという気持ちや、石太郎は犠牲に立って偉いなという心は全然起こらなかった。石太郎が弁解しなかったのは、他人の罪をかぶって出ようというごとき高潔な動機からではなく、彼が歯がゆいほどのグズだったからに過ぎない。また石太郎は何度無知で小疲れたとて一向骨身に応えない。まるで日常茶飯事のように心得ているのだから、いささかも彼にすまないと思う必要はないわけである。むしろ石太郎みたいな屁の常習犯がいたためにこんな悩みが残ったのだと思うと彼が恨めしいのである。しかし時が春吉くんの反問を解決してくれた。10日もするともうほとんど忘れてしまった。だが春吉くんはそれから後、屁騒動が教室で起こって、例の通り石太郎が叱られる時、決して以前のように簡単にそれが石太郎の屁であると信じはしなかった。誰の屁かわからない。そしてみんなが石だ石だと言っている時に、そっとあたりの者の顔を見回し、あいつかもしれない、こいつかもしれないと思う。疑い出すと残らずの者が疑えてくる。いや、おそらくは誰にも今までに春吉くんと同じような経験があったに相違ないと考えられる。そういうふうにみんなの狡猾そうに見える顔を眺めていると、なぜか春吉くんはそれらの少年の顔がその父親たちの狡猾な顔に見えてくる。大人たちがせちがらい世の中で表面は涼しい顔をしながら汚いことを平気でして生きていくのは、この少年たちが濡れ衣を物言わぬ石太郎に着せて知らん顔をしているのと何か似通っている。自分もその一人だと反省して自己嫌悪の情が湧く。だがそれは強くない。
心のどこかで、こういう種類のことが人の生きてゆくためには肯定されるのだと春吉には思えるのであった。